子さんに代わりまして、祭壇、石岡愛さん、ナンバー6。
の得点はありません。長い会場の試合の受注経過を知らせます。 B 球場4回終了、10対0で鹿児島県代表神村学園高校が勝っています。E 球場、岩手県浜松東高校対長崎県九州文化学園高校、4回終了、2対0で浜松東高校が勝っています。5回の裏、滋賀県延暦寺学園比叡山高校の攻撃は8番 OB 山崎さん。Thank you.
鹿児島県上村学園高校対 B
茨城県水戸商業高校4回戦失礼しました。10対0で神村学園が勝ちました。5番セカンド大石さん。熊切らはどこだったんですか？
します。10番田村優香さんに代わりまして、代打佐々木美樹さん、ナンバー70。
Yeah!
新宿学園比叡山高校の得点はありません。千葉経済大学附属高校2番レフト前田さん、一塁ランナー山口優美さんに代わりまして、代走久美優香さん、ナンバー81。4番キャッチャー桐石さん。Thank you.
します。ご覧のようにただいまの試合は5対2です。千葉県千葉経済大学附属高校の附属高校が勝ちました。白鷹ソフトボール場 B 球場第2試合は午前11時20分開始予定です。試合開始までしばらくお待ちください。Thank you.